野戸雅人は、大阪府平方市出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。東海大学附属第五高等学校卒業後、単身スペインに渡り、2010年にスペインリーグ4部の CD イレスカスとプロ契約、その後ドイツの SV ゴンセンハイム、ハノーファー96-2でプレーしていたが、2013年にタイブリーラムユナイテッドと契約し、すぐに、 チャイナアート FC にレンタル移籍した。2014年1月、同タイ国内のアーミーユナイテッドに完全移籍で加入したが、退場勢の不安から7月にバンコク FC に移籍。2015年3月5日、ジェフユナイテッド市原、千葉へ完全移籍で加入。2015年シーズンをもって契約満了となり、千葉を退団した。2016年2月、 ラオプレミアリーグのランサンユナイテッド FC と契約、シーズン優勝に貢献した。2017年1月より、インドネシアリーガ1のペルシババリクパパンと契約。2018年1月、東京ユナイテッド FC へ完全一席。2019年、南クズ SC へ完全一席。英語よりも在住経験のある、ドイツ語とスペイン語の方が堪能。 サッカー選手の傍ら、アパレルブランド、ノートを展開している、ランサンユナイテッド FC、ありがとうございます。